第22総攻的弾兵旅団、オーバーラントは、ドイツ連邦陸軍の旅団の一つ。第1山岳師団霊下にあって、旅団司令部を当初、ミッテンバルトに、1981年に、ムーラウアム・スタッフェルゼーに置き、旅団霊下部隊は、オーバーバイエルン一体にあった。1981年までは、第22山岳両兵旅団であった。 1956年7月19日、ミッテンバルトにて、第104山岳両兵大隊及び、第114山岳両兵大隊の一部が、同時に編成される。主要要員はドイツ連邦国境警備隊の、現役部隊や旧ドイツ国防軍、山岳両兵出身者で構成された。これを機関に、人員1000人からなる、第104山岳旅団が編成される。 1957年には B8 山岳戦闘軍が編成される。当初の戦闘軍令下部隊は,は以下の通りであった。1959年に戦闘軍は第22山岳両兵旅団に改編され、第1山岳師団令下となる。1960年の旅団令下部隊は以下の通り。1962年に第225山岳砲兵大隊が存と砲編。 にて編成され、1970年にピュッセに移住する。1966年に第装甲、第24総工旅団霊下、第243戦車大隊は、第224山岳戦車大隊に改編され、第22山岳両兵旅団に配点される。同年、旅団に、第223岳特殊部器防護中隊が、隷属する。この期間に、旅団霊下に、 第223山岳両兵大隊、第227山岳野戦予備大隊及び、第228山岳野戦教育大隊がすべて、憲布天にて編成される。1971年に、第224山岳戦車大隊は、第224山岳駆逐戦車大隊に再編成され、第220特殊部希望後中隊は、解体される。 1972年にランツベルク・アムレヒの第223学偵察中隊は第223学装甲偵察中隊に改編される。1973年第226補給大隊は解体され、大隊に第220整備中隊及び第220補給中隊がフィュッセンにて第223学打中中隊がミッテンバルトにて、 新編される。陸軍第四次編成に基づき1981年10月1日に第22装甲的弾兵旅団に改編される。当時の旅団霊化部隊は以下の通り。第22装甲的弾兵旅団では第222装甲的弾兵大隊と第223装甲的弾兵大隊の第4中隊にのみ丸田不評戦闘車が装備されており。 そして第4中隊以外のナンバー中隊には M113A1G 走甲兵員輸送車が装備されていた。1989年に旅団は愛称オーバーラントを与えられる。1993年3月31日に第22装甲的弾兵旅団は解体される。ありがとうございます。